干ね、画角があれだよね、多分ね、顔側とか見えないとこだもんね、これね、位置的に。チンがすごい映ってるんですよ。もうええわ。いや、心のモザイクかけてる、もわーって心こう。のモザイク。はい、というわけでございまして、一番最初の質問からなんかだいぶまたこれも突っ込んだ質問してるなと思うんですけど、世間に胸を張れる関係ですかっていう。まあ、これはね、もともとね、不倫カップルみたいだから闇あたびみたいな、なんか、まあ、安易に名前をつけてるところあるんですけど、まあ、不倫っぽさがあったと、熊子のね、熊子申告であったので、一応、これをね、オブラートに包んだ結果、世間に胸を張れる関係ですかっていう聞き方が面白いんだけど、聞いたわけですよ。これは、何かしら反応があったらいいなと思ってるんですけど、どんな感じなんですかね、反応とかは。ねえ、超意味深で、二人してこうやって首かしげてる感じ。首かしげてんだ。お、言えるかなーみたいな、なんか、どうだろうみたいな。じゃあ何言ってるか全く分かんないとかよりは、どうだろうねみたいな感じのそうそう、ちょっとね、かし濁げ。してる感じがする。おお、それは胸張れないんじゃないの。はい。ちんちんおっぱい出しながら首かしげてる、二人して。もういいよ、それ言うのやめてくれよ、マジで。今一応朝なんだよ。あ、そっかそっか、朝か。ごめんそな。うなんだごよ。めんね、みんな。まあいいわ。はい。じゃあちょっとまとも行きますけど。地雷はありますかっていう、まあ、問いですね。はい。これどうなんでしょうね。なんかね、首かしげて、これも首かしげてんやね、恥じらいみたいな感じで。じゃあ気にしないのかな、全然。気にしてないか、もしかしたら紐筋が見えてない可能性、二人には。実あ、したなら。る何？おじいさんがね、ひもきんって言った時に、もう誰でやっちゃったけど、おじいさんね、目の前にいる。だからあれか、これ一応、ぽちお君からは、多分そのね、ひもきん、ティーバックジジイ改め、ひもきんがですね、まあ、お風呂のね、浴槽の方見てるから、おじいさんに見られてて恥ずかしくないんですかっていう意味だと思うんですよ、これきっと。でも、見えてない可能性があるってことか、この二人から、なんおか、じいさんが。みたいな感じでああ、そうなんや。なってるから。あんま、だから反応がちょっと何聞いてんのかな、みたいな感じってこと。そう、質問の意図がちょっと分かってないのかもしれないけど。なるほど、なるほど。じゃあちょっとそのまま次の質問かな。というわけでございます。次の質問はですね、生前からの関係ですかということでございますね。まあ、これ何かしらのリアクションしてくれたら嬉しいなぁなんて思ってるんですけど、これどうは、でしたろ。はいって、闇パイの方が上げてて、手上げてて、じゃあ、生前からの。で、なおかつ、闇金とちょっと顔を見合わせて、ちょっとニコってしてる感じ。なんか、じゃあなんか不倫とかじゃない可能性ない？これなんか夫婦とか。おー、いや、なんかその一番最初の世間に胸を張れる関係ですかで首かしげてるから、なんかでも訳はありそう、不倫とかではなく。まあ確かにそっか。あそこでまあ胸張れますって感じじゃなくて、みたいな感じの、どっちかなみたいな感じの空気だったってことは、やっぱやや、まあちょっと普通の関係じゃないかもしれないってことか。でもなん、でも生前からの関係でしょ？だって。でもすごくない？生前からの関係でさ、霊になってもさ、してるわけじゃん。すごい関係だよね、それって。それか、生前せっかできなかった二人だったりして、もしかしたらなんか事情があってってことか。事情があっ関係て、性とかで。実はご兄弟とか。うわー、なんかそれちょっと考えちゃうな、それ。なんか物語性あるな、なんかちょっと。ね、あ、そう。顔は似てないんだけど、全然。ああ。なんとなく、実はとか、ああって。ダメな関係だったのかもね、もしかしたら。もう、もし禁かし断たのら。愛だったのかも。わあ、でも死後ね、そういう感じでラブラブだったら、まあ、それはそれでね、いいことじゃないですかね。はあ、なるほどね。というわけでございまして、まあ、もしくは、本邸で出会いましたかってことですね。この質問に関しては、まあ、多分きっと、ノーなのかまあ、な。ノーですね。まあ、そうだよね。だから、まあ、でも、可能性あるか、一応。生前からの知り合いで、なぜか本邸で、開口したみたいな、久しぶりみたいな可能性もあったけど、でも、そういうわけじゃなさそうってことだね。なさそう。でもなんで2人で会ってここでやってんのかなっていうのがちょっと思って。まあ、確かに、今度聞くか、じゃあ、それ。よなんりでゆるそこいでよっ接て。してるんですかって。まあ、全然ありだと思うんですけあどね。りで、まあ、この後にまたなんか質問が。お決まりのあれですけどね。七代が幽霊たちに、七代のこと好きですかと。やっぱ一緒にね、同居してますから、本邸で。
ちょっと聞くっていうのがね、次の質問なんですけど、出てきますよと。七種のこと、お好きですかと、ね。聞いたわけですけど、まあこれはまずあれですね。あの、ひもきんの方に聞いてるんですけど、どんな感じなんですか。だってひもきん今こっち向いてたんだけど、うん、正面向いてたんだけど、くるって振り返って、イエーイってやってる。から、多分好きなんだと思う。陽気なじじいやな。あ、でも好きなんだ、あの人のこと。多分、いい笑顔で。そうなんや、こんな振り返って。って感じの、じいさんがね、こんなやってくれてめっちゃいいな、なんか。うん、でも、ひもきんだよ。ひもきんやけど。でもなんか、気さくそうじゃん、この。気さくにチンチン出してる人って思えばいいか、もう。まあ、もう、なんか、風呂場だからさ、もういいかな、これは。許そう。うん、これ寝室とかでさ、ね、ブラブラさせたらさすがに怒るけど、ちょっと頭の上でブラブラちょっとやめてもらっていいですかって言っちゃうけど、風呂場だから、まあまあ、うん、いいでしょう。いい、じゃあまあまあ、あれですね、ひもきんとはなんか長くなりそうな感じですね。長くなりそうだね。はいはいはい。じゃあ嬉しいわ。じゃあ次、ちょっとこのね、お二人ですよ、今度は。ね、闇頭のお二人に聞いていきますよと。はい、私はここで、とんでもないこと聞いちゃったんですけど、うん、まあ、要するに好きですかって聞こうと思ったんだけど、いやもうこれはこれ聞こうかなと、うん、もうこの時酒も入ったからいっかと思って、うん、聞きました。私も入って 3P していいですかと、もしこれ見てるね、あの子供の方がいたら、あのお母さんとお父さんにくれぐれも 3P って聞いちゃダメですよ、うん、まあ一旦置いといて、はい、というわけで出して何かしらの反応がねあるんじゃないかと思ってるんですけど、うん、はい、どうでしょう。二人してうわーってやってるから多分 OK だと思います。やった、ちょっと今からお風呂行ってきていいですか。じゃあ、ね、どうか分かんないけどなんやねん。もう闇金、でも受け入れてくれてそうだよね、多分ね。多分ね、闇金も闇パイもね、多分普通にしてればいい人だと思う。服着てほしいなと思ってるけど、まあ、なんか良さそうだよ、確かにね。うん、うん、いい人たちっぽい感じがするわ。裸だけどいい人っていうところがあれだよね。ねえ、そんな感じするよね。うん、じゃあまあ、ええか。うん、ええと思う。よかったわ。え、まあ一応これも、一応好きですか聞いてる学校でも。で、後半闇パイがイエーイってやってるから、多分好きだと思う。なんか結構陽気だね。うん。お風呂場の幽霊たち。まあ、血出てるしね。まあまあまあ、まあそうやけども。そうやけどもっていう。うん、ね、解放、なんかより開放的になってるのが楽しくなっちゃったのかな、もしかして、うん、楽しかったのかもしれないね、もしかしたら、ね、おもろすぎるわー、ちょっと本当に。はい、というわけでございましてね、まあ質問のコーナーはね、とりあえずまああんな感じで、なんか衝撃の事実が分かったりとか、まあいろいろありましたけど、まあ、この動画が出てね、ちゃんとアカウントバンされてないことを願うばかりなんですが、後半はですね、あのゴーストチューブというねアプリを使って、まあ、幽霊とこれはおしゃべりができるぜってアプリで、うん、まあ、これ本編の動画見ていただくとね、どんな感じかね、あの言ってると思うんですけど、まあ、こういうふうになんかちょっとね、インジケーターが出ていてね、まあ、こういう感じで、なんか、あの声が聞こえたりとかすると、パッてね、あの声がね、あの機械音声とかで、ほにゃららほにゃららみたいな喋ってくれると。で、これは幽霊の言葉を拾ってるんじゃねえかっていうような、そういうアプリなんですけど、まあ、ここもね、結構ね、ここの、寝室と違ってね、お風呂場はかなり、あの、喋ってくれてたな、っていう印象がございまして、ちょっとね、見ていくんですけど、はい、というわけでございましてね、お風呂場ではですね、なんか、結構水回り関係してそうな感じの、なんか、言葉が聞こえて、窒息しますっていうのがね、あの、入ってて、ポチョがヒャー言うてたんですけど、これ、ちょっと私これ撮ってて気づいたんですけど、誰が喋ってるか分かりづらいよね、多分ね。これ結構画角に収まってなくて、多分あの2人、あの3人が。本当に闇チンのチンが見えてるくらい。なんか闇チンのチンが見切れてるのがすごく嫌なんですよ、これ。まあ、そうだね。これ角度的にはそうだな。斜め上からちょっと見えるチン見えてるやつは。そう。チンが喋ってると思えば、まあ別にと思ったんだけど。そうだな。確かにな。うん、ああ、てか、そっちか、ひもきんの方じゃなくてね、闇チンの方。闇チンの方。闇金の方ね。もうなんか誰が誰だか分からなくとりあえず3分の2チッ出てるからさ。ここにいいのね。ここにチッ見えてるのね。オッケーオッケー。わかりました。これはもう分かんないよね、でもね。誰っていうのは。そうなんだよね。ただ、様子見てる限りだと、こういうマイナスな言葉は吐かないんじゃないかなと思ってて、この3人が。ああ、じゃあもう、
これはあんま関係ないかもしれないってことが、もしかしたら。もし口が動いてたとしたら、もっと違う言葉かもしれない。あ、ぽくないってことは、この3人ぽくない。そうそうそう、3人ぽくない。なるほどね。性格というか、この関わった雰囲気的に。はい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 。はい、というわけでございましてね、次がですね、脅威っていう言葉なんですけど、これもなんかでぽくないよね、3人。そう、脅威、興味あるみたいな感じの、なんかさ、ちょっと似てる言葉を発したんじゃないかなと思う。なるほどね。あ、俺、うん、もしもゴーストチューブがちゃんと幽霊の声を拾ってて、まあ、クマコの見てるね、幽霊たちの声を拾っていたとしたらっていう話ね、うん。もしもトークなんですけど。もしもトークになっちゃうんだけど。もしもトーク的には、まあ、興味がある、あるのみたいな。うん。私たちの、なんか、背に興味あるのみたいなの。みたいな。うん、興味ってやつを、興味って拾ってる可能性がある。そう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 。どういうことかなって。だからなんかその、そのさ、いる雰囲気と出てるワードの、あれがマッチしなくて、あ、クマコから見てもこのゴーストチューブで出てるこの雰囲気っていうのはちょっとマッチしないんだ、うん、ああなるほどね。この後にも、まあ、ここ噛むっていうふうにね、言ってるシーンなんですけど、これは どんな感じなんですか。ちなみにこれあのクマコ的推理だとカモンって言ってんじゃねえかなって思って、え3人しようってこと。うん、なんか誘ってんじゃないかなと思って、カモン、まさかのカモンのなんか日本語で読み取った結果、カムみたいなやつじゃねえかなって、なんとなく要するにクマ子からするとそれくらいこの言葉とかさっきまでの言葉出てくるのはちょっと不自然ってことだね、うん、要するに、ね、ちょっと不自然かな、うん、あ、じゃあなんか他にもあったかな、誰が噛んでるの、多分誘われてんだと思う。まあ確かにね、うん、ちょっとこれまで若干ね画角があれだよね、多分ね顔がとか見えないところだもんね、これね位置的に、チンがすごい映ってるんですよ。もうええわ。いや心のモザイクかけてる、もうモワーってこう心のモザイク。そう心のモザイクかけてる。ほんで気をつけてっていう言葉が来るんですけど、これもぽくない、うん、なんかぽくないんだよね、気をつけてなんだろうなと思って、いやなんかトータルわかんないけど、僕が見てる感じだとなんか誘ってんのかなって思ってて、あ一緒に遊ばないみたいな感じのね、 そうそれぐらいポジティブに見える人たちだってことだね、この3人だね、うん、ねえ、伊達にチッに出てないと思う、ここも真実って出てくるんですけど、これもまあ多分誰やろうなって感じでしょ、もう、うん、あともしかしたら闇っぱいの方がカメラが下すぎて恥ずかしがってる可能性もある、なんか、あそういうこと、うん、まあそうかもしれんな。一品みたいな、なんつうんだろう、なんかこうさ下半身だけ映されてるようになってるからね、今多分、ね、やめてほしいことをなんか言ってて真実みたいな、なんかちょっと違う言葉に変わっちゃったみたいな、ああまあとにかくでも幽霊たちが結構喋ってる可能性はあるってことだね、あ可能性はある、あなるほどね、なんかところどころあの多分ポチオさんが出てくる言葉に対してちょっと怖がって出るんだけど、はいはい、それを見て笑ってるから2人がそのや、はいはい、って映る感じ、うん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 、だから多分そこまでネガティブに捉えなくていいんじゃないかなと思って、なるほどね、あこれ一応ちょっとあの今日初見の方に説明しておくと、あのクマコがですね、あの映像越しには幽霊の声が聞こえないっていう人なので、うん、あの残念なことに映像越しに見えてる幽霊は見えてるんですけど声は聞こえないってことなので、うん、ちょっとそこだけね、うん、いうとこかな、というわけでございまして、まあ結構ここまでもいろんなワードが飛び交っていたんだが、うん、もうチッチンしか映さないの、わざとかのポチオさんっていうかカメラマンの人、誰カメラマン、カメラマンポチオポチオさん、うん、チッチンばっか映してると、うん、チッチンばっか映してるの、なんだなんなの、まあ、でもこれしょうがないな、ちょっとしょうがないけど、しょうがないんだよ、上に向けるのなかなかね、確かに難しさはあるけどね、まあまあまあいいとして、一応こういう流れでバーバーバーって来てるんですけど、まあ、やっぱこれがぽくないんだね、要するに、うんうん、だからここは気にしなくていい、お何歳ですか、これはちなみに映ってると思うけど言ってなさそうな感じ、そうなんだよね、でもなんか口は多分ね闇パイの方かな、なんかパクパクって言ってんだけど、あそうなんや、なんか動いてそうだから喋ってそうであるけど、うん、だから本当にこの言葉言ってんのかなみたいな感じってこと、うん、ああなるほど、じゃあ関係ないかもね、やっぱゴーストチューブで拾ってるの、ここではね。ね。結構。まあ、なんかこういう感じで結構こう、うん、まあ、いっぱい言ってくれたっていうのがあったんですけど、実はね、ちょっとこれ、1個だけ触れときたことあって、ちょっとポチョ君がですね、なんか、この動画、お風呂場で撮ってる時に、結構怖いワードじゃん、窒息しますとか。ああ。
で、撮ってる最中ちょっとテンションうわーってなこと言ったんだけど、なんかね、終わった後になんかすごくあったかかったって言ったんだよね。チッチン当てつけられたんじゃない？ちょ、違うよ。アートウォーミングの方だよ。あ、そう、そっちか。チッチンをくっつけられたからあったかかったんじゃないよ。肩が。やるかい。まあ、いいんだけど、まあ、とにかくでもそういう感じで、なんかポッチーから見ても、なんか嫌な感じの空気じゃなかったっぽいのよ、この。あで、ちなみにお風呂場って過去にも、なんかその目撃談が全然ないとこなんですよ、ここって。あ、そうなんだ。そう、一番みんなが大丈夫そうって言ってるとこで、なんかそこがなんかこう、裸祭りみたいになってる。そうだね、裸祭りになってるね。これはなんか、あんのかもね。なんか彼らはいつからここにいるのちょっとわかんないけど、うん、なんか、あんのかもね、そういう彼らが いることによってなんか平和が維持されてるみたいな、ちょっとね、わかんないけど。だから、ちょっとそうだね、裸だっていうこと以外を除いてはすごい明るい人たちだなっていう。ああ、なるほどね。いや、めちゃくちゃ面白いな、でもな。はい。はい、というわけでございまして、いかがでしたでしょうかね。今回はあのお風呂場の本店のね、だったんですけど、個人的には神回だったんですけど、うん、まさかあの1本の動画で2本チッ見るとは思わなかったですね。まあまあそうだね、うん、意味が分かんないもんね、うん、だって、まあまあ、意味は分かるか、お風呂場だからそうだね、そうだね、お風呂場だから全然あのチッ出てて普通なんだけど、うん、なんかカオスすぎる、うん、そうだな、カオスすぎるし、なんなの紐わかんない、紐が一番わかんないし、生前から履いてるっていう意味も、生前から履いてる紐は何なんだ履いてねえじゃんみたいな。ワンちゃんちょっと説となると、うん、紐のね、ふんどしの部分あるじゃん、うん、ふんどしの部分だけが腐れ落ちてるみたいな、なんかわかんないけど、そういうことなのかなって思っちゃった。肝心なところ布が流れたみたいな、なんか布が流れてしまってみたいな、そのあのふんどし部分があのね、こう隠す部分がなくなってしまったことを恨めしく思って夜な夜な現れる風呂場の霊とかなのかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないか。一旦もめみたいなやつなんだよね。一旦もめみたいな、一旦もめもしかして外れた側の方、外れた側のダメだ、今回の回はちょっとひどすぎるから、今回の動画面白かったとしてよかったらいいのとお願いします。そしてよかったら感想等はコメントいただけたらと思います。よろしくお願いします。あと良ければですね、ちょっと心霊のチャンネルにあるまじき展開だったと思うので、よかったら切り抜いたりとか、ツイッターとかでね、とか、いや、出してもらって全然いいですよ。なんか、ここのシーン爆笑しましたとか、うん、正直、自分たちも驚いてるから、なんでこんななっちゃったんだろうっていうのは。着地点がここでいいのかみたいなね。だってずっと着地点探りながら撮影したからね、今日。どう転んでもチンチンになっちゃうみたいな、はい。そう、どう転んでもチンチンになっちゃう。何回チンチンって言ったのかな、なんかね。まあまあ。ええか、もう、はい、というわけでございましてね、よかったら別にね、18禁的なね、チャンネルじゃないので、あ、そんなチャンネル多分ないと思うんですけど、YouTube 基本的にはちゃんとした健全なチャンネルですので、ね、よかったらね、これを機に七種類のチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。一応オカルトとか心霊系チャンネルなんで、ちゃんとやってる、ちゃんとやってるよ、うん、はい、ということでして、以上です。それじゃあまたね、いらっしゃい、いらっしゃい。うわ、これ朝から見てんのかみんな。ね、でも一動画で日本チッチン見た自分の身にもなってほしい。てか、チッチンの個数って本？何？玉？いや、わかんないよ。こ？な、何？こがまあ、竿だったら本じゃない。あ、本か。でもセットだとどうなるかわかんないよ。セットだとなんだろうね。1セットでいいんじゃないの？ 1 セットっていうの？まあいいわ、もう。はい、いってらっしゃい。はい。